うくそ、右のエンジンが回転してねえ。このままじゃまともに空港までたどり着けねえぞ。しかもなんだ、右後ろの尾翼がなんかこうピョーンって感じに曲がってるし、水平が保てねえ。これじゃ事故っちまう。仕方ねえ、このコンサート会場に緊急着陸だ。うわーっしゃ、来た。ということでですね、今回は飛行機をコンサート会場にうまく着陸することができるのかというチャレンジです。さあ、頑張っていきたいと思います。はい、続いてはね、このママタスでやっていきたいと思いますね。まあ本音を言うとね、ベスラという訓練機、まあ戦闘機みたいな飛行機があるんですけども、それでやってみたかったんですけども、これなぜママタス、この農薬散布ヘリみたいなね、この服用機でやってんのかと言いますとね、まあさっきね、ベスラがパクられちゃってさ、仕方なくそこら辺に置いてあったママタスを取ってきたわけよっていう話を聞かされてるママタスは今一体どんな気持ちなんでしょうってことをさておき、いや、ママタスはママタスね、この減速した後のね、挙動がすごいゆっくりで遅いので、ここ幅がないから結構やりやすいんですよ。ママタスだったらいけなかったですね。そういう問題じゃないか、パイロットの問題か。サンディさん、今回はですね、このスタンドプレイン飛行機というジャンルに与えてます、このマラードという名前の小さくて可愛いフィギュアみたいでしょ、マスコットみたいでしょ、こんな可愛い飛行機をご紹介したいと思います。本作において最も小さく、最も軽く、最も遅く、ゆっくり、いい意味でゆっくり遅く飛べる飛行機ね。お値段の方が、10万円ぐらいですね。安いでしょ、安いでしょ。そしてこの今ね、現時点から減速していかないと、狭いステージ上のね、奥の壁に当たってぶち壊れちゃうって感じでね、あ、もう誰か降ってきてますね、降ってきてますね、あれ危ないですね、危ない、邪魔だ、いける、あ、ゲット、あ、危ない、ウルトラ上手に焼けました。んで、またマラードかよ、ベスラいつやんだよ、今でしょって思ってるお前ら。違うんだよ、ゲーム買って一番最初にやることっつったら何、パッケージを開ける、説明書を見る、そこまではあってる。俺はな、ウィキのチートページ見たことがあるんだ。そこにあったコマンドを適当に入力して、たまたま出てきたのがこのマラードっていう、俺とマラードの最初の出会い話。どうでもいいな。さあ、ついに始まってまいりました、ベスラ選手の登場でございます。本チャレンジの主役とも言える彼、これを手に入れるのに、ね、どんだけ時間かかったことか、もういろんなやつにパクられ、壊され、もう火の中、水の中ね、大赤字ですよ、何百億円っていうね、もう損失ですよ。うわ、もうソニー並みの低迷ですね。大丈夫か、タッシャのマラー、タッシャのママタスの再挑戦、エンジン全開のフル回転で起死回生を掲げ、快晴の空に飛んでいくぜ。時刻は晴れ、天気は朝、あさっての方向からの挑戦、朝っぱらからからのガラ空き状態の奥義上のコンサート会場へ飛んでいくぜ。 Jesus 神よ俺にくれ、 Give me chance を与えよう、 This is time to fly、 さあ行け行け、 Go on、 誰も見てないから怖くない。たまにはこっちから見るのもいいのでね、こっちから眺めてみましょうということで、今回プライベートジェット機ですね。かなり難しいと思うんですが、しかもヘリが置いてあるし、これめっちゃどかせよ、これめっちゃ邪魔だろお前。もう来た。さあ、ちゃんと減速してるか、車輪すら出してないけど、車輪すら出してないんですけど、これ減速する気あんのか、止める気あんのか、おい、うわぶち込みやがったな。ベスラ、ベストラじゃないよ、ベスラだよ、イエーイ、ベスラ選手の登場。さあ、この人一回成功してますからね。はい、来ましたね。嘘、今行けたように見えたのにね。ベストラ、ベスラじゃないよ、ベストラだよ、エリータス航空会社。おっと、派手に大回転、洗濯機の中のように悲惨な状況になっている、ぐるぐる大回転。ベスラとベストラが並んでなんか面白いことになってる。さあ、あの向こうの空からやってくるのは誰でしょうか。次やってくるのはなんとまさかのミルジェット。絶対無理だろ。花火超かっけ、なにこれ、うわ、ベストタイミングじゃねえかよ。おお、爆発する場所おかしいだろ、今客席が爆発してたよね。エンジンよりも早く客席が爆発してたよね。謎あって、すげえ、しかもなんか立て続けに来てるし、おっと、さすがに旋回、さすがに無理だと悟ったか、ミルジェットがすでに中に先客がいたと。これ我々がね、ここにいたんじゃずっと消えないままでしょう。なーに、まさかの上には上がいたか、上にはさらに上がいましたね、さらにアホが。うわー、すげー、サンドイッチ、なんという大合体。うわー、エロいな、なんかジェット音が聞こえてきたぞ。さあ、来たのは、おー、本命のベスラー選手、こいつだったらいけん、おー、なんか客席で一回バウンドしてきてる、おーっと、おい、冗談だろ、めちゃくちゃ吹っ飛んでるし、もう残骸が、すごい宝物線が飛んできたな。あの状況でよく突っ込んだな、動物並みの判断だよ。さあ、そしてこの3つの煙突を備えたゴミ焼却場に突っ込んできた哀れな連中がまた1人。
ねえ、これは勇敢と言うべきなのか、ただのアホと言うべきなのか、紙一重だ。ここはゴミ焼却場なのでしょうか、それともこうしてみると飛行機たちの墓場に見えなくもない。やっぱこのね、レースがやりやすいですよ皆さん。で、私コツ掴んじゃったんで、これ低空飛行っていうレース名なんですけど、低空飛行ですよ。このベスラ専用のね、レースですね。もう減速するタイミングさえ間違えなければ、あの走行スタントみたいに超減速するんですよ。そうすればいける。よーし来た。車輪も取れねえし、ガラスも割れてねえし、完璧だ。このクルーカラーで決めてやりましたよ。これがでかいですよね。いや、このクルーカラーね、ジェットエンジンと色がめちゃくちゃマッチするんですよ。一心同体みたいなね、同化してるんですよね。かわいいし、うわかっこいいし、このゴミ焼却場じゃなくてコンサート会場、すげえ。なんかこれでさ、こう手両手上げたらババッとライトがさついてさ、なんかオーケストラでも始まりそうな雰囲気だな。まあ残念ながら今一人しかやってないので、そういうことはできないけど、いつかやってみたいですね。ということで皆さん、あばよ。おねえ、生放送されている。よろしくチャンネル登録をしなければ直ちにこの場で発する。画面がつながらない。黙れ機械、発砲開始。うはぁ、なんじゃこりゃ。みんな、チャンネル登録しないと俺みたいになっちまうぜ。俺みたいになっちまうぜ。てなわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。